皆様こんにちは、ゴールステーション新宿の阿部です。本日はですね、このトップの位置、よく皆さん腕の位置はどこがいいんだろう、肩の回転はどこまですればいいんだろう、このようなことに悩んでると思いますので、一つちょっと参考となるラインをご紹介していきたいと思います。ですね、まずアドベスをした時に、このボールと右肩、ここをちょっとラインで結んでいただけると助かるんですけども、トップまで上げていったときに、左腕がボールを刺してあげる。これが例えばちょっと低く上がってしまって、このような形になるとこっちの方にラインがついてしまいますので、この辺りのボールを打つのであれば確かにこのラインの方がいいとは思うんですね。なのでコースに行ってちょっとつま先下がりの傾斜の時とかは、あえてこういう風に上げずにちょっと横向きにして打つと、これだったらいいと思います。基本的には下にある球を打つわけですので、トップの位置を高くしてあげて、この左腕がボールを刺してあげるというこのラインができてあげると、そこが正しいトップなのではないかなと自分は思います。ちょっと打ってみましょう。ちょっとラインの違う状態だと、この球を打つときにちょっと余計な動作などを入れないと当てることができませんが、この位置ですね、この位置に上がってあげると、何もせずに下ろすだけで打つことができます。もしトップの位置悩まれたら、ぜひ一度参考にしてみてください。